田村まさかと申しましてね、あの音楽家なんだけど、そっくりさんで、まあ、覚えられることが多くて、だからまあ、楽しみ方としてはね、古畑任三郎が音楽家だったら、そういうふうに思ってください。一応また8時になったらちゃんとご挨拶いたします。上からきっと何人か降りてくると思いますので、ね、まずちょっとピアノ弾いておきますからね、楽しんでください。よろしくお願いします。ボーナストラックです。あの静かな時にね、入る曲をいくつか用意したいと思います。シューマンのトロイメライ、ね、これとても綺麗な曲です。やってみたいと思います。失礼いたしました。何なんだろうね。昨日の YouTube 見てください。まあいいや。この静かな時にせっかく早く来てくれたんで、綺麗な曲を。そうだ。フランツ・リストのね、コンソレーションナンバー3って、曲があるんですよね。そんなに有名な曲じゃないんだけど、これはね、癒しっていう意味らしいです。ね、どうぞ癒されていただければと思います。コンソレーションナンバー3。Thank you.
やもう今度早くからありがとうございますね、あと1曲ぐらい8時まで、やっていきましょうかね。これいいのはね、アベマリア、アベマリアっていろんな人が書いてますけど、グノーさんの書いたアベマリアね、これは本当にみんながよく知ってるメロディーなんですけど、バッハの平均率の1番を伴奏に使ってるんでね、そこが面白いなと思いましてね、まあ綺麗な曲ですからやっときたいと思います。この静かな時に入る曲ですよね、グノーのアベマリア。そろそろ8時ですよね。まあちょっとご挨拶、させていただきましょうかね。ようこそ、田村正和賞やらせていただきます。田村正和って言います。知らなかったでしょ、ね、音楽家でここ演奏するんですけども、そっくりさんの方が知られてるね。まあこれもね、いろんなその巡り合わせがあってね、15年ほど前に、ラジオ局の控え室でね、モノマネ芸人さんと一緒になったことがあって、そこでその方が言うんですよ、なんですか、私の声が似てるからモノマネやりましょうってね。へえ、そうなんだと思って、当時はそのこと全く考えてなかったんですけど、まあそういうわけでね、せっかくそうやって言っていただけるんだから、やってみたんですよね。古畑任三郎ですよね。そしたら、ね、お客さんずいぶん喜んでいただいて、いや、モノマネって面白いなと思って、で、ね、まあそうおっしゃる通りで、もう田村正和、一文字遠慮してますもんね。そう、田村正和ね、活動したらね、まあ世の中の反応本当にありがたかったですよ。ね、いろんなイベントに、呼んでいただいて、東京、大阪、九州のあちこちにイベントに呼ばれてね、
テレビにも出るようになって、もうこれから楽しくなるよなっていうのが、まあ、みんな経験してきました。あのコロナですね。世の中がコロナになりました。ね、もう遺憾の終わりです。いや本当にコンサートできないし、あのイベントもできないし、結婚披露宴もなしだしね。子供たちが、思い出しますよね。子供たちが大学に入りました。いやいやいや、学校なんか来なくたっていいよ。リモートでいいよ。東京あたりの会社勤めてる人はね、会社なんか来なくたっていいよ。ね、私たち音楽家はコンサートはできない、ね、でもね、私がまあ東京に住んでたらまた少しはテレビとかあったのかもしれないけど、私は網走なんです。網走から全国に動いた、ね、実はこのホテルがたまたまの巡り合わせでね、私はそれが良かったと思うんですけど、とても近いんですね。あのここのロビーコンサートだけができたんです、ね、この間測ってみました。車で7分21秒、ね、めちゃくちゃ近いんです、ね、なんかここのロビーコンサートだけできたんですよ。そこで考えました。あの YouTube 見たことあるでしょ。カメラで撮って YouTube にアップしてる、ね、そしたら遠くから おいでいただいたお客様でもね、と思い出したら田村まさかで検索したいよね。あ、やってみてください。田村まさか、ね、そしたらね、田村まさかずさんが3、田村まさかが2ぐらいで出る。一緒に出てきますね。そうやってね、あの広めておいてください。あ、そういうわけで、ただいまから3、40分、生の音をお届けいたします。一応音楽家ですからね、あの生の音をお届けいたします。この生の音っていうのはね、やっぱり私はお客様のね、心のお土産になろうかなと思います。そういうふうにね、思っております。まあ、そうなったらいいなと思っています。一つの景色と一緒に、あ、こんなコンサートがあったな、思い出してください。さて、それでは田村まさか賞3、40分お付き合いください。どうぞ。そう、説明してなかったけど、ピアノちょっとやって、オカリナですから、これが素敵なんですよ、ね。ピアノと比べたら値段ももう極端に対極の楽器ですけどね。まあ、ピアノ1曲やります。さて、さっきね、早くから来てくれたんで、静かな曲やったんですけど、ちょっとテンポのいい曲やってみようかな。バッヘルベルのカノン、聴いてください。Thank you.
ってね、まあ、一応ちょっとあの説明しておきます。あの私ここを毎日のようにやってるんですね。実は毎日調律してるんですよ、これもう2台のピアノ。これなかなかないですよね。あの、まあ、8000円ぐらい払うコンサートだったらそれはやってるけどね、ホテルの、ロビーに置いてるピアノなんて半年に1回ぐらいしか調律しない。もうガタガタに狂ってるあれじゃもうどうしようもないんですけどね。まあだから私ここが近くてよかったなということなんですよね。まあそういうわけでこのちっちゃいピアノも使って、コンサートいたしますからね。さてオカリナです、このオカリナ私たまたま15年ほど前、20年ぐらい前かな、出会ったんだけど、結構ね多くのお客様が喜んでいただいている楽器なんですよね。おもちゃですよ、このおもちゃ。こんなおもちゃなんですけどすごいんですよね。さてそれでね、一つの自慢がありましてね、ここの舞台がどんどんね進化してきまして、最初はカラオケでやっておったんですよね。だけど先輩がこのピアノをくれたんですよね。このピアノは自動演奏機能がついてる。何かって言ったら、あらかじめ私がねピアノ伴奏を弾いたらね、その通り鍵盤が動いて再現してくれる。まあちゃんと弾くのが大変ですけどね。まあそういうわけで私を一応もう一人用意してね、いいでしょ、ね、ここに座って、さあ、あら不思議ね、これで、伴奏ができるわけですよ。まあできるっていうかね、やってるわけですけどね。そういうわけでね、一人二役って言ったら最近大谷君ね、まあ大谷君にはかないませんけどもね、私もね一応その、こじんまりと、一人二役やっております。よろしくお願いいたします。オカリナでね、いろんな本当、名曲があるんですけども、さっき YouTube って言ったでしょ。 YouTube 見ていただけるお客様、それから私教室もやってまして、教室の生徒さんね、檀家さんからのリクエストがいろいろあって、まあ今まだ全部印刷してないんだけど、こんだけいっぱい曲があるね。さあ何やっていこうかな今日はね。懐かしい曲やっていこうかな。青い300古いですでもリクエストいただくからね、やっぱり やらないとね。さあ、でもいい曲ですよこれね。これ服部良一さんってね、この間まであれ東京ブギウギとかね、朝ドラ出てましたね。やっぱりすごい人だったんだなと改めて思いますけどね。さて青い300です。その宗次郎さんがね、すごい活躍しましたからね、オカリナのことは知ってる。だけどここのコンサートやってて本当によく聞くのはオカリナの音を初めて聞きましたね、そういうまだ機会がまだ少ないのかなって感じしますけどね。まあこの音色、こんなおもちゃがこんなにいろんな曲ができるんだよね、そのことで、楽しみにしてください。あ、やってる最中でもいいからお客様ね、こんな曲あるよって言ってくれて、もし私が用意してあればやりますから、用意してなかったらすぐもう伴奏作るから明日また来てください。そうはいかないよね。そうはいかないけど YouTube であげますからね。まあ
リクエストあったら言ってみてください。お客さんのお気に入りがそれぞれあると思うんですね。さあ、佐藤宗幸さん、青葉城、こういう歌。懐かしいよね。伴奏が表現可能なんだな。改めて、あら、すごいの出てきましたよ。これいつぐらいだろう。赤い靴色これね、教室からもねリクエストあるからね、こんな曲もねあるんだよね。赤い靴、ごめんなさい、赤い靴のこれ伴奏用意してないな。お家から持ってくるの忘れてましたよ。ごめんなさい、ごめんなさい、大変失礼いたしました。じゃあこれいきましょう。松田聖子さん、赤いスイートピーね、全然違いますけどね。Thank you.
ですよ、あ、すごいの出てきたな。これあの私たちの年代っていうのはね、まあ、近い年代の方もたくさんいらっしゃると思うんで、みんながギターを買ったんだよね。ギターを買ってフォークソングっていうのが、ね、一つの文化になっててね、そのもう黎明期の歌ですね。赤い花、白い花、とても昔の歌っていうのはもう素朴でね、いいですよ。これやってみたいと思います。赤い花、白い花。さあ、これいいかもしれない。これは持ってきたよね。赤トンボ、ね、子供の頃歌ったよね。難しいことしなくても楽しめるから、そう、お客さんもね、明日からやってみたらいいですよ。ね、なんでかって言ったら、楽器屋さん覗いてごらん。オカリナ見せて、7000円ぐらいからって。ね、私のオカリナいいでしょ、いい音するでしょ、1万円です、これ。そんなもんなんですよ。ね、だってさ、ピアノ持ってる人わかるけど、このピアノ、1個ちょうだいって250万円。ね、ちっちゃいのでさ、130万円。まあ、お金さえありゃね、そのピアノぐらい買えるんだけど、問題は弾きこなすことね。人前で弾こうなんて思ったらね、私たち普通の人っていうのはね、最低100年ぐらい練習しなきゃいけません。できたら150年ぐらい練習すれば OK です、ね、150年やってられませんよね、本当ね。オカリナはね、何が良かったってね、あの私 の、 まああの生徒さん、まあ、さっき南下さんって言ったけど70人ぐらい来てるんだけど、3割ぐらい楽譜読めない、ね、
楽譜読めないんだけどオカリナが好きなんです、いいよいいよおいでおいでってね、カタカナ書いてやればいいんだよってね、これ見てください、吹いたら音が出る、ね、指だけ練習したり、そして、買うなんて安いし、ね、ただ難点は落としたら割れちゃう陶器ですね。まあお客さんもやってみたらいいよ、ね、きっとね、宗次郎さんがやっぱりね流行らしたから、なんかそれ近くに教室があると思う、ね、教室の選び方、褒めてくれる先生、嘘でもいいから褒めてくれる先生ね、それがいいですよ。厳しい先生ダメです。そんなの相手にしちゃダメです。いや本当にそうです。やる気なくなっちゃうからね。問題はやる気が大事なんです。才能ではどうのこうの言うようにやる気が大事ね。さて次は赤鼻のトラック。クリスマスソングでもいいですか。いいよね。いいじゃないですかね。赤鼻のトラック。すみませんね、この、クリスマスソング、あ、いい曲出てきましたよ。ちょっとこれ大人の方しか分かんないけど、アザミの歌ってあるんですよね、古い歌です。なんかお気に入りの曲あったら言ってみて、ね、あ、お客様、お客様、そうそう、山本幸太郎さん亡くなっちゃったもんね。なんでいい人ばっかり先に亡くなっちゃうんだろう。ね、いただきました、岬めぐりあるんですよ、まあ、ここら辺かな、ここら辺にあるんです。ありましたありました、よしよし、楽譜が重たくてなんか譜面だけが壊れそうな。はい、いただきました。三崎めぐりありがとうございました。
よかった、あったありがとうございました。あの、何でも思いついたら言ってくださいね。ね、ありがとうございました。さて、今ね、ページで順番にやってたからね、ちょっとさっきのとこ戻りたいと思うんですけど、あれ、どこまで行ったっけな、みたいな、まあいいや。竹内まりやさんの歌ったね、命の歌ってあるんですよ。とてもいい歌なんですよ。まあ聴いてください。命の知ってるかもしれないな。あの石原裕次郎さんが最後に歌った、歌ね、北の旅人ね、これで、ね、あのリクエストいただいて、そのまあ演歌をこの伴奏を作ってるとね、本当に思うのは演歌ってね、伴
伴奏がめちゃくちゃかっこいいんですよね。だからオカリナも聴いてほしいんだけど、どっちかというとピアノを聴いてほしいなんだね。じゃあ北の旅人やってみたいと思います。いいでしょ、うんね、これは本当はクラシックギターでね、チャラ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 ってやるやつなんでね、弦哲也さんですからね、すごいかっこいいね。さあ、お客様リクエストないですか？なんか思い出した曲。マイウェイ私ね、若い頃ね歌ってたんだけどね、ごめんね、伴奏用意してね明日か明後日また来てくださいごめんね、そうやって言うけどね、本当にマイウェイは本当にいいよね。本当にマイウェイ、そうです、マイウェイ用意いたします。そうか、これだけあってもね、やっぱりないんだよね、本当にね。マイウェイちょっと違いますけども、ちょっと変わったことします。お客様の気持ちに添えるから。ジョン・レノンのイマジンはそれでもいい？じゃあイマジンやります。ちょっとこの人形置いといてね。田村正和賞はね、いろんなシーンがあるんですよ。ジョン・レノンが大好きでね、時々歌うんです。それではイマジン聴いてください。Above us, blue sky.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world. Imagine no positions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not from the world. I hope someday you join us and the world. はい、ありがとうございました。そういえばね、マイウェイね、まだやりますからね。お客さんまた時々 YouTube 見てね、頑張ります。若い頃はね、時々歌ってたんですよ、マイウェイ、ね、好きでね。なんかありますか。はい、お客さん。ん、いいこと言われますね、本当これあるんですよ。あの、実はね、これ萌えちゃんも歌ったんだけど、あの谷村さんが亡くなった時にね、で谷村さんのなんかやってくれよってね、いい日旅立ちとスバルをね、いい日旅立ちいただきました。
ありがとうございました。ありがとうございました。さて、こんなこと言ったら、ね、もうあと1分しかないんですお時間が来てまいりました。でもね、あと1曲なんかやっておきたいと思いますね。さあ、ね、今日でお別れ、まあ、それよりこれもいいな、切手のない贈り物ってね、あったんですよね。これもね、懐かしいんじゃないかな、やっておきたいって。最後の曲になりました、切手のない贈り物。リクエストって言ったらちゃんとリクエストもいただいて、ね、こんなにちゃんと聞いてくれることなかなかないんだよ、ね、半分ぐらいごそっといなくなったりね何なんだろうなと思うんだけどね、まあ、今日はいいお客さん来てくれました、本当にありがとう。YouTube 見てください。それからもしね、CD も一応ありますから、車で聞こうっていう人は1枚2000円か、まあね、ここで、ね、説明してますから、どんなのがあるかね。それとかオカリナ、これ私の使ってる、これ教室で使うためにね、用意したんだけど、1万円なんですけど、買ってくださいっていうのとちょっと違うんだよ。なんていうのかな、調律してるんですよ、これ。音を合わせてるわけ。お店で売ってるやつはね、結構音痴です。もうめちゃくちゃ音痴な楽器。だから、お客様がお店で買う場合にはね、お店の方にしっかり言ってください。高いやつは買う必要ないから、音痴じゃないやつを、選んでちょうだいねって言ってください。なんでって聞かれたら、田村まさかに言われましたっていいですから、本当に。私はね、買ってきたらずっと調律して使ってた。だからまあ今檀家さんね、生徒さんに使ってもらうように、私のは一品一品ちゃんと調律してるっていうことなんですね。まあそういうわけで、オカリナの音色楽しんでいただきましたか。またどっかでね、お会いしましょうね。ありがとうございます。